制作の新田役を務めさせていただきます藤代レイミです。イエイイエイ物語を初めてこう台本を読んだ時にかなりこう役者としてお芝居をしている私たちに刺さる言葉がちらほら散りばめられてたりとか、改めてなんで自分が今お芝居をやってるんだろうとか、やっぱもともと好きで始めたものなのにお仕事になってきちゃってるとか、まあ今いろいろあるじゃないですか、音楽劇だったりとかストレートだったりとか人間語だったりとか、いろんなジャンルのものが増えてきた中で、改めて今こういうストレートなお芝居に向き合うってどういうことなのかなっていう、そのなんか根本的なものを問われているような気がして、コメディーなのですごいもう台本見ながら結構笑っちゃったりとかするとこも多いんですけど、なんだろう、もう一度今一度こう自分自身と向き合えるような本だなと思いましたので、そういうところも楽しんで見ていただけたらなって思います。初めて役柄を聞いた時にとにかくメンヘラだよっていうのをすごいずっと言われてて、でメンヘラの役なんですけど、藤代さんメンヘラですかって直球で聞かれたんですね。でマネージャーと、まあ、レイミちゃんメンヘラだよね、あはい私メンヘラですねみたいなお話をしたんですけど、やっぱりこうメンヘラって一概に言っても何かきっかけがあってそうなっちゃったりとか、キャパオーバーになっちゃうから突発的に何もわからなくなっちゃったりとかっていう、かなりこう人間味があふれてて面白い人だと思うんです、メンヘラな人って。なので真面目すぎてなのか、人間としてキャパが少ないなのか、それはまたこれから掘り下げていきたいなと思ってるんですけど、そういうこう人間味あふれる可愛らしいちょっと愛せるような女性だなというふうに思ってます。楽しむことですだからとにかくこれやらなきゃとかこういう風にしなきゃとか考えすぎて良くなった試しがないので、とにかくダメでもダメだったなって楽しくできるのが一番いいなっていう風に思ってます。なのでそれもお客さんに伝わったらいいなと思っていつもやってます。私は照明をやりたいです。お芝居をしてて、こうお芝居をしてても見ててもそうなんですけど、役者さんの顔にスポットがパンって当たる瞬間の気持ちよさがもう大好きで、自分も当ててもらえて嬉しいですし、見てても綺麗ですし、なのでやっぱりこういつもそういう風にしてもらってる分、舞台の上で輝いている役者さんを綺麗に映してあげたいなっていうのは思ってて、一回やってみたいなって思ってます。私観葉植物が好きで玄関にいっぱい飾ってるんですけど、玄関が今こう最近雨が多くて湿気できちゃってて、水は変えてたんですけど全部枯れて、4つあったんですけど全部枯れて、でハイドロカルチャーっていうなんか土じゃなくて炭みたいなやつのを画期的だなと思って取り入れてたんですけど、それが全部カビで、カビって無理じゃないですかって一人で玄関で発狂したんですけど、それはだいぶご乱心だったと思います。暴れ狂いましたこちらの動画を見てくださってありがとうございます。今回シェイクスピア様ご乱心というタイトルなんですけど、改めてやっぱシェイクスピアって堅苦しいイメージがあると思うんです。私もとっつきにくかったんですけど、それをこうまるっと噛み砕いてコメディにしてやるっていうので、シェイクスピアとか昔の戯曲自体に興味を持っていただけるとも思いますし、改めてこう現代のストレートの劇として大いに笑って、時に心にじんときて楽しんでいただけるかと思います。さっきも答えたんですけど、かなりこう役者をやっていて忘れがちだったこととか、改めてお芝居の素敵さ楽しさっていうのを思い出せるような素敵な作品だなと初めて台本を見た時から思っております。ぜひ楽しむ覚悟をして
12月の本番までワクワクしながらお待ちください。ありがとうございました。ありがとうございます。大丈夫ですか？いや、素晴らしいです。あ、よかったです。はい。ありがとうございます。